皆さんこんにちは。昨年6年ぶりの最下位に沈み、今季もここまで借金21と浮上の気配が見えない中日ドラゴンズ、立浪監督就任2年目で今季は少しでも浮上をと期待されていましたが、なかなか勝ち切ることができません。これまで主力として活躍していた選手の放出や起用しないなど、ファンから疑問視される行動が多い立浪監督ですが、一方で若手を積極的に起用するなど、今後のチーム浮上のために種まきはしている模様。そんな中、これまで中日を支えてきたビシエド選手、高橋周平選手をオフに放出するという噂が出てきました。立浪監督が就任してから押され気味の選手でもある2人、果たしてオフに放出されるのでしょうか。そこで今回はビシエド選手、高橋選手が放出されるのかについてご紹介していきます。昨年最下位に低迷し、今季も開幕から調子が上がらず、最下位に低迷する中日、借金は今月に入って今季ワーストの21に膨らむなど上昇する一方で、改善される兆しが見えません。この惨状には地元名古屋の民放テレビ関係者もため息をつくしかないと言います。今年の戦いぶりを見ると、優勝どころかクライマックスシリーズ進出も厳しいでしょう。投打で課題は山積みです。頻打は解消されず、守備や走塁もミスが目立つ不甲斐ない戦いぶりが続いているので、ファームで調整している根尾昇がいつ一軍昇格するかが地元メディアの関心事になっている。星野仙一さん、落合博満さんが監督を務めた時、強い中日を知っている人間からすれば、近年の低迷は寂しいですよね。立浪和義監督が就任1年目の昨年は6年ぶりの最下位に沈み、今年も2年連続最下位の危機を迎えています。指揮官に批判の矛先が向けられますが、低迷している時期は遥か前から続いており、13年以降の10年間で9シーズンが B クラス、最下位が2度、5位が5度と優勝争いにすら絡めていないシーズンが長年続いているのです。チーム再建を託された立浪監督もすぐにチームを変えられるとは思っていないでしょう。3年契約で若手の育成を行いながら血の入れ替えを断行しています。昨オフには阿部俊樹選手、現楽天京田陽太選手と主力選手たちをトレードで放出。今年のシーズンに入っても山本拓実選手、郡司裕也選手を交換要員に、日本ハムから宇佐美慎吾選手、斉藤綱樹選手を獲得し、高松渡選手との交換トレードで西武から川越誠二選手を補強しました。勝つための工夫自体はいろいろやっている印象を受けます。このトレードについてスポーツ記者は、阿部は昨季レギュラーとして活躍しただけに、全盛期を超えた涌井秀明との交換トレードは批判の声が多かった。立浪監督は長期的視点でチームを考えた時、二遊間に若手が台頭してこなければ勝てるチームにならないと判断したのでしょう。選手の大幅なテコ入れは大きなリスクを伴う最下位に低迷していますが、チーム作りの観点で言えば評価されるべき点があると思いますと、このトレードの動きを評価しています。昨年は外野のレギュラーに抜擢した岡林勇希選手が最多安打のタイトルを獲得、今年もチャンスメーカーとして不動のレギュラーに定着しています。高橋宏斗選手は今年3月の侍ジャパンにチームで唯一選出され、リリーバーとして世界一に貢献、将来のエースと期待される右腕です。また現役ドラフトで DeNA から獲得した細川誠也選手も強打者としての素質が覚醒、クリーンアップに定着しています。ドラフト6位の福永祐希選手も広角に打ち返す手話な打撃で常時出場。シーズン途中に加入した宇佐美選手、斉藤選手も期待以上の働きを見せています。チーム作りという観点では別段ひどいわけではなく、むしろ理にかなっていると言えるでしょう。ただ最も大きな誤算は新外国人の助っ人たちが機能していないことでしょう。長距離砲として期待されたアリスティデス・アキーノ選手は20試合出場で打率
1割5分4厘、1本塁打、68打席で32三振と圧倒的な三振の多さを誇っています。3年ぶりに中日に復帰したソイロ・アルモンテ選手も28試合出場で打率1割8分9厘、1本塁打と振るわず、内外野を守るオルランド・カリステ選手は打率1割3分9厘、0本塁打と打力が1軍で通用するレベルではありませんでした。3人は5月以降にファーム暮らしが続いています。ただ助っ人外国人が機能していない球団は中日だけではありません。首位争いを繰り広げている阪神は中軸として計算していたシェルドン・ノイジー選手が打率2割3分8厘5本塁打と調子が上がらず、広島で開幕から4番に起用されていた来日2年目のライアン・マクブルーム選手も打率2割1分5厘5本塁打と打撃不振で6月11日に登録抹消されています。得点力が助っ人外国人に左右されるチームは脆い。ベンチワークが重要な要素になってくる。立浪監督は選手を見る目は確かだと思いますが、采配や戦略に長けているかといったらそうではない。試合後に選手を批判するコメントが目立つのも気になります。対照的なのが広島の新井貴浩監督です。立浪監督同様に NPB で指導者経験がなかったので、監督としての手腕が未知数でしたが、名采配をズバズバ見せている。西川龍馬が故障で戦線離脱すると、4番に菊池涼介や上本隆を抜擢するなど、打線をうまく機能させている。カープは家族とメッセージを送り、痛打を浴びたり不審の選手たちをかばう姿も印象的です。広島の選手たちは失敗を恐れず、のびのびプレーしているように見える。首位争いを繰り広げている要因は新井監督の力が大きい。チームが低迷すれば指揮官が矢面に立たされるのは世の常です。立浪監督は今年が3年契約の2年目。一部のファンからは監督交代を望む声が上がっていますが、中日を取材するスポーツ紙記者はこう分析しています。球団フロントは来年も続投させると思います。このタイミングで監督を変えたらチーム作りにまた時間がかかる。若手の選手たちが芽を出してきていますしね。ただサクオフと同様に戦力のテコ入れは断行する可能性が高い。トレードの交換要因になる可能性が高いのが高橋周平、ライアン・ビシエドです。レギュラーとして活躍していた高橋ですが、今年は若手の台頭でベンチスタートが多い。ビシエドも中日の功労者で3年契約の来年まで契約が残っていますが、今年はファームに2度降格するなど、立浪監督の起用法を見ると評価が高いとは言えない。チャンスが少ないようだったら他球団でのプレーも選択肢として出てくると思います。家族を含めて名古屋が大好きなので、生涯中日でプレーしたい思いはあるでしょうけど、と語っています。高橋選手、ビシエド選手は立浪監督の評価が高い選手でした。高橋選手は高校時代に世代を代表するスラッガーとして名を轟かせましたが、中日入団後は中距離打者に立浪監督の現役時代の背番号3を継承しましたが、近年は打撃不振が続いています。今年はスタメン出場が25試合のみ、環境を変えることは一向の余地がある状況です。一方のビシエド選手は18年に首位打者を獲得するなど日本で実績十分ですが、立浪監督就任後は打撃フォームの修正を求められ、そこから試行錯誤しているのか状態が上がりません。春先に2度のファーム落ちを経験、6月以降はスタメンで出場していましたが、8月に入って細川選手にファーストを明け渡す形になっています。他球団の編成担当は高橋、ビシエドは共に守備能力が高い、特にビシエドはまだまだ活躍できると思います。衰えを指摘する声が聞かれますが、昨年も3割近い打率をマークしているし、未知数の助っ人を獲得するより計算できます。6、7番でポイントゲッターとして期待できる。国内 FA 権を獲得すれば日本人選手扱いになるのも魅力です。契約が来年まで残っているので中日が手放さないと思いますが、トレード要因となれば複数の球団が名乗りを上げると思います。ちなみに中日は過去に
モヤ選手をオリックスへトレードしたことがあり、外国人選手のトレード自体は行ったことがあります。中日側もビシエド選手の功績は認めているでしょうし、温情でトレードに出す可能性もあるでしょう。中日の最大の補強ポイントは二遊間になります。阿部選手を昨オフにトレードで出したように、主力選手を出血覚悟で放出しなければ即戦力の選手を獲得できません。栄光から遠ざかっている中、今年も嵐のオフになる予感が漂っています。果たしてこの2人を放出し新たな戦力を獲得することになるのでしょうか。今後の動きに注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。